さあ石井スポーツスキーニューモデルカスタムフェア in 有明会場。さあ続いてはチームヘッドです。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。さあ、20分から、25分の間で、商品マテリアルの紹介を、いただきたいと思いますが、まずは自己紹介からいきましょうか。技術展最高齢の、豊野君からお願いします。すいません、皆さんこんにちは、豊野智弘です。よろしくお願いいたします。お、智弘は52歳、今年52歳になります。お、はい、今年の技術展は何位？今年で120位でした。そこまでいっちゃった。もうね、何が悪かったの？あのね、最後のショートターン の, あのリズム変化、はい、ちょっと雪質変わってまして、気がついたらステムターンしてるぞって言われました。スキーが抜けなくてちょっと引っかかっちゃいまして、うんうん、豊野さん今ステムターンしてましたよ、切り替えでって言われましたけど、まあ今年はエレガント点がつくわけですからね、はい、ステムターンじゃつきませんな。つきませんね、ダメでしたね。まあまあ、でも、はい、実力派スキーヤーということでね、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そう、続いてマイクを渡してください。はい、どっかの俳優みたいな顔してますけどね。自己紹介お願いします。はい、ヘッドジャパン株式会社の長沼です。基本営業をやってるんですけども、あの選手サポートもやらさせてもらってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいですね、もう元年にはない髪型をしてますよね。なんか映画マッスルさんあれですよね、ポーズの時しか僕の見た時ないんですか。そうそう、でもさっきからなんかどっかで会ったことあるなと思って。結構なんかそういう髪型なんか、ね、はい、いいっすね、はい、今っぽくなくて、はい、あが今っぽくて今っぽくなくて、そこまでそこまで。さあ続きまして自己紹介の前に、私の方から紹介しましょう。現在全日本ナショナルチーム所属、2017年から18年国体青年 A 優勝。おお、これフィルっていうんですか、 FEL ファイストカップ、ファーイーストカップだ、 GS の種目別チャンピオン、2019年20年シーズンワールドカップの出場権を獲得ね。この字どう見ても読めないですよね。紹介しましょう、新井美代ちゃん。はい、サンミリオンスキークラブの新井美代です。今日はよろしくお願いします。さあ続きまして、はい、皆さんこんにちは、ヘッドデモチームに所属しています、山田拓也です、よろしくお願いします。あ、ちょうど映ってた。すごいタイミング。はい、年取りましたね。あ、でもいや大丈夫、大丈夫、何が大丈夫か分からないけど。さあそれではセットの話、ヘッドの話を進めていきたいと思いますが、まずちょっと驚くのは国体青年 A で優勝。はい、何歳からスキーされてたんですか。スキー自体は、2歳からスキーをしてて。そういう2歳。はい、で競技は6歳からです。6歳、どこ生まれなんですか。北海道の富良野です。ほう、これすごいことでしょ、この成績って。今日本でこの成績を持ってる人って他にいるんですか。GS の種目別は私だけで、はい、おー、はい、そんな速い子が履いてる板、もちろんこの板を履いてレースに出たんですか。これじゃないですけど、はい、これに、まあ、同じメーカーでヘッドで。いや、その優勝した板も持ってきてくれたらまた嬉しかったんですよね。そうですね、はい、すみません。そうですね、いやいやいや、なんもなんも。さあそれではね、ヘッドの板の話をさせてもらいましょう。まあ、YouTube に、これで記憶じゃなく記録に残ってしまう発言を私がさせてもらいます。今シーズンスキーが本当楽しくて毎週毎週やってて、試乗会に 2,3 箇所行ったんですね。で何食わぬ顔で板貸して板貸してって板履いて一番気持ちよかったのはこの黄色い板。お、どれだったかな。ね、これで、これきっと、うん、これですよね。そう、なんかいろいろと文字が書いてあるんだけど、一般の人もこれ乗りたくて順番待ちしてるのを、あ、これ貸してとか言って、で帰ってきたら6人ぐらい、マスターさん遅いっすよとか言って、1本って言ったじゃないですか、ごめん3本滑ってきた。いや、それだけ気持ちが良かった。なんでそんな気持ちがいいのかな。いや、この板、まあ、昨年先シーズンからそうなんですけど、プレート自体が
ものが変わって、足元のなんかこうエッジフィーリングっていうんですかね、はガラッと変わりましたね、今までと。あ、そのガラッと変わったのは僕に合ってしまったと、はい、そうですね。実際のこと言いますよ、いろんな板を履いたけど絶対これ無理という板もあるんですよ、どことは言わないですけど。っていうかそれは僕に合ってないだけで、僕に合ってるのはこれだったかなと。だから太ってる方にはいいのかもしれないですね。いやいや、今なんか一つ付け加えてる方でもいいと思います。でも、あ、でもね、太ってる方がいい、肩にはじゃなくてね。これね、いやいや、ほらね、ここ今突っ込むところがあります、突っ込むところね、すいません、はい、これすごくいい板だと思うんですけど、 なぜそんなにいいんでしょうか。今高谷が言ったプレートの話の他にいいところは何でしょうか。はい、ヘッドはやはりレーシングシーンが、すごい強い、ヨーロッパで活躍しているスキーです、はい、で基本的にこのイエローのスキーは、デモイエローということで技術戦向け、 あとは日本の国内のマーケットに合わせて、うん、イエローで日本オリジナルなんですよ。なので、オリジナル、はい、じゃあかゆいところに手が届いちゃった板ですね。そうですね、本当に試乗会でもこれ順番はすごかったです。それと全部一緒だけど文字が違う、内容が違うのはこれ説明は誰がしますか。はい、じゃあ私の方でさせていただければと思います。はい、まず皆さんに向かって左側、一番向こう側の方が IGSRD Pro というスキーで、これはですね、今 FIS のそういうレースに出るときには、はい、サイドカーブが30メートルというに規定があるんですけれど、これはですね、その一つワンクラス下のサイズのサイド、はい、カーブをベースにしていて、だいたい25メートル前後の、まあ、長さによって多少変わるんですけど、のサイドカーブのスキーです。でこのスキーが、例えば GSS とマスターズの大会とか、はい、地方大会とか、草レースとかでもやっぱり優勝を狙う方々にはすごくニーズがありまして、そして私たちが、出ている技術戦のロングターン、それからフリーの種目の中でもやっぱりすごいいいパフォーマンスを発揮してくれるので、なるほど、やっぱり、すごく幅広くいろんなシーンで活躍しているスキーです。基本的には GS のスキーというふうに、捉えていただければよろしいかと思います。これ何センチぐらいですか。これ持ってきたら183ですかね、186センチ。じゃあこれを持っていれば GS の大会出れると。そうですね、出れます。でも GS の板で、曲がらないっていう話が出るじゃないですか。はい、そこがですね、はい、ヘッドは実は今その今ビンディングの上にですね G という、ロゴが見えると思うんですけど、ヘッドのスキーのこのトップ機種にはですねグラフィンというそのメタルに代わる、素材が入ってまして、メタルというのは従来そのスキーの安定感を出したりとか、はい、グリップ感を出したりとかするのに必要な金属製の素材なんですけれど、このグラフィンは、その従来のメタルよりも軽量で、なおかつ板の反発がいいという、すごくこう面白い特徴を持った素材でですね、このグラフィンが入ることによって板が軽量化されてますので、スキーの操作性がいいんですよ。ですから GS のスキーっていうのは切り替えた後にスキーの向きをトップをどこに向けていくんだっていう向けるのにちょっとこうタイミングを遅れるとそのままツーッとまっすぐ行っちゃって、思った方向にスキーが向いていってくれないっていうのがあるんですけど、意外とその方向付けが素早く短時間で正確にできる。すごい、ここがですねこのグラフィンがもたらしたスキー操作上の効果でございます。どっかの通販番組を見てるんじゃないの。そうですね、すいませんね。このプレート、これ G ですけど、こっちの僕がこの間試乗された板はこれなんかスカルかなんかね、なんか可愛らしいマーク、これとそれ一緒なんですか。一緒ですね。あ、マークが違うだけ、マークのデザインが違うだけで。あ、そうなんですね、はい、基本まあこの3機種にはグラフィンっていう素材が使われてます。このグラフィンのおかげだったんですね。じゃあ、はい、そうです。他のスキーの板、他のメーカーの板にはこのグラフィンはついてない。他のメーカー、他のメーカーさんではグラフィンっては使ってないですね。ああ、じゃあ僕にあったのはこのグラフィンだったんですね。なるほど。まあそんな、板の説明、このグラフィーがある、グラフィーのこのなんだメタルじゃない何かがなんだっけ、グラフィーがグラフィン、メタルじゃないグラフィーが、はい、の素材が入っている、素材が入ってる、はい、
のを一回体感したらハマりますね。そうですね。なるほど。ヘッドの板すべてがいいじゃなくて、グラフィーが僕に合ってしまって、はい、それがヘッドだったと。はい、あと意外とこういう上空機種は敷居が高くてちょっと自分には操作するの無理かなと思う方多いんですけれど、やっぱりこのイエローシリーズはあの基礎スキーシーンで、使っているんですが、それを目指す方々にもですね、ぜひ一回体感していただきたいと思いますね。体感して、本当ここに横にゲレンデがあったらいいんですけどね。この試乗会でこの板乗られた方いらっしゃいます？ほら乗ったことないんだ、分かんないきっと。ただはっきり言います、超乗りやすかったです。乗ったことある方は何人かいらっしゃるかもしれませんね。乗ったことある方、この黄色いスキーに、黄色いシリーズ、誰も手やる、あれ開けないですか？あ、いや、ほら言いますね。どうでした？最高です。おー、なんか後ろで言わされてる感があります、ね、さっきあの入り口で打ち合わせしてました。なるほど、ありがとうございます。さあ、こちらの、GS モデル、こちらがデモデル、もうデモモデルの、スラロームショートターン、ショートターン、技術戦ではショートターンで使っている SL モデル。そして今私が持っているこのアイレースプロっていうやつがですね、このちょうどそのロング系を得意としている GS モデルと、はい、ショートターンを得意としている SL モデルの中間のもので、お、ラディウスは 14.4 14メートル前後なんですけど、ショートしてもよし、ロングしてもよし、なかなかねゲレンデを楽しく滑るので、やっぱりそのリズムを変えるたびに板を変えるというのも大変ですから、そういった時にはこれ1台でロングターンも楽しめるし、ショートターンも楽しめるというスキーです。俺こっちのやっぱこれなかったな。これがあったらまた違うんでしょ。そうですね。はい、なんかいいな黄色。あの、あとね、一つ言うのは、俺の大好きな山田拓也が使ってるっていうものになんかキュンってきたんだよね。あ、うん、そうですかって来るの、そうですかって、そうですね、そうですね、ね、トーク全然喋らないでしょこの人、昔からこうなんですけどね。まあこっちの、ヘッドの板なんですけど、やっぱり黄色でずっと統一してますよね。他の色もあるんですか？他の色もあります。でもやっぱりこの黄色というベースは絶対外さないですよね。はい、レーシングの方がもう白と黒のロゴ、はい、で基礎の方、デモの方は、うん、イエローっていうふうな感じで。そっか、レーシングは白だな、はい、白は、はい、いや、そのプライドはずっと守ってる、このヘッドのかっこよさ、今こちら今日の、イエローバージョンの説明ありましたけど、目の前にブーツがありますけど、このヘッドのブーツの方もじゃあ紹介いただきましょうか。それではすいません、スキーブーツの方なんですけど、皆さん向かって手前にあるこの白いブーツが、レーシングブーツのラインの今一番最上級モデルと言われている R3 というタイプです。これ実はですね、今まではあの非売品としてですね、一部のそのスキーの選手の人たちはこういうちょっとこう特別な、モールドのブーツを使っていたんですが、昨シーズンから、まあ、ほぼほぼ選手が使っているのと同じようなそのスペックのブーツを出そうということで、特徴はこう裏返しをしてみると分かるんですけど、靴底が非常にあの、肉厚になっていて、で強くなってます。一般用のブーツはもうちょっとこう靴底がねじれたりした方が、まあ、使い勝手もいいでしょうし、スキーのターンを引き出しやすいんですが、こちらはもうレーシングブーツの最高峰なので、ブーツのソールの部分を、強くすることによって、より素早く短時間に、そして多くのエネルギーをスキーにしっかり伝えられるというところのものです。それ以外にもあのブーツのこの、ベルトですとか、それからブーツ自体の厚みも、その部分部分では厚みが少しこう、従来のものとは変わってきてます。なるほど、はい、やっぱそれ重さは結構重たいですか？少し、若干ですけど、あの従来のものよりは重量は少し重たくなってます。あ、はい、なんか数年前からブーツは軽量化ってきたけど、また元に戻ってきますね。そうですね。でもやっぱりでも軽量化も流れだし、欲しいなっていう方のためにご用意したのが実はこちらの商品で、またうまいもんって言い方ですね。ネクソ130のね、LYT という
ブーツなんですけど、こちらはもうとことん、ブーツをどうやったらその軽量化して作れるか。でも軽いだけだとやっぱりプラスチック商品ですから、やっぱりこう力が逃げてしまったり、今までそのブーツが支えてくれていた、可動付けをしたり、前後のバランスを取るっていう安定感が柔らかいだけだと損なわれてしまいますんで、柔らかくて、軽量化もあるんですけれど、でもやっぱり安定感とかスキーの操作性も損なわないようにというところのバランスを考えたブーツが、このネクソというブーツのラインになります。これマッスルさんちょっと持ってみてください。軽いですか？軽いですよ。へえ、いやでもこの色のバランスは勝負出ましたね。そうですね。これこのブーツに関してもグラフィンっていうのが使用されてて、板のグラビーが良かったと思ったらブーツにもグラビーが入ってる。はい、ブーツにも入ってます。あらららららら。なのでカフのあのロアシェルは、この色しか出せないですね。なるほど、はい、あこれデザインじゃなく、はい、この色でしか出ないグラビーが、はい、グラフィンをするとこの色しか出せないんですよ。すごい、これ理解されたらすごいかっこいいですね。いや本当 デザインとか色的には、いやちょっと俺ちょっともうちょっとなんか派手なやつがいいなとかね思うけど、グラビーが出す色はこれしか出ないからしょうがねえだろってのが逆に惚れるね。うん、これすごいわ。へえ、じゃこれ履いてそれだけはもう完璧。まあこれフレックス130のものなので、はい、これ履いてこちらのタイプのスキーであればバランスは取れてると思います。そう、130だね、結構いいんじゃないですか、はい、ハードスペックですよね。はい、おこれもちょっと試したい。でもこれ履いて雪が目の前にあれば分かりやすいな。今度あのなんだっけ、サマーゲレンデのマットがあるようなもの置けばいいじゃんね。そうですね、はい、そう思う。いや今ちょっと軽い返事しかできてないんですけど、すいません。でも結構大変ですよ、これここに設置するって言ったら。ヘッドがこの辺に作っちゃって、ヘッドの板を使う。ヘッドが作っちゃって。そう、ヘッドのこれを試乗されるように使わせて。はい、いやいや俺でもその場所貸してくれたら一人1000円ぐらい取っちゃえ、元取れるじゃん。そうですね。でしょ？まあいいや。まあまあ、タクヤはどっちのブーツ履いてんの？競技に出るとき、大会に出るときは向こうのレース用なんですけども、はいはい、普段まあ、レッスンほぼ毎日レッスンあるんですけども、レッスン活動してるときにはこちらの軽量のブーツ履いてます。お何ヘッドからブーツ2個もらってんの？はい、すごいな。普通か。やっぱりこっちのレッスンのときはレッスンしやすい。いや、やりやすいですね。やっぱりレース用はエッジのこうグリップ感とか足場のこう強度っていうのは当然あるんですけども、レッスンの中でいろんなこう動きをしなきゃいけないので、それを考えるとこの軽量軽いブーツなんかすごい扱いやすいですね。なるほどね。さあ、それではね、みおちゃん22歳、ね、まだ若いよね、国体で優勝、そんなみおちゃんがヘッドに対してなんか物申す、もしくはヘッドはこういう時に役立ってこういう武器になるんだよってことをこの映像に残したいんで、突然の質問ですけど頑張って答えてください。はい、私が一番ヘッドを履いていて、ヘッドがいいなって思うのは、ほうやっぱり海外で滑ることが多くて、はい、氷だったり、まあ、日本で滑るときは雪が柔らかかったりするんですけど、はい、氷の時とか急斜面ってやっぱり叩かれる、スキー操作がしにくい部分があるんですけど、うん、こう安定感がすごいあるんで、思い切って角付けができるっていうか、やっぱりいつ足すくわれるんだろうっていう状況で氷河の上だったら滑ってるんですけども、その不安が多分かなり少なくて、思い切って角付けしていけるので、そこはすごい。ずっとヘッド使ったの？高校3年生からなんですけど。なるほど。はい、その時に彼と出会ったわけだ。そうです、彼ですね、はい。おじゃあもうこれがないとも勝てないよっていう気持ちになっちゃうよな。そうですね、ちょっと不安ですね、うん、他の。なるほど、はい。さあ、このワールドカップもそうですけど、国体でトップ、基礎スキーとかに入っていこうかなとか思ったりしないですか？ちょっと今はやっぱり競技で
競技で世界のトップを取りたい、はい、なるほどね、いう思いが強いのでアルペンで OK 、はいまあ、もちろんこういう子が基礎スキーに来てもらうのもまたいいよね。いやもうぜひぜひ今はまあ世界をね目指してやってもらって、でこの後のまあスキー人生長いですからね。そうですよね、はい、まあ滑りが上手い方はもちろん速い、速い方はもちろん綺麗な滑りもできる、まあ、両方やった方がいいですよね、はい、でもあのヘッドはですね実はそのレーシングのアルペンレースの選手たちを、まあ、できるだけ基礎もチャレンジしてもらいたいということで、今年実は学連からですね、女子と男子1名ずつ技術戦に登場出場いたしまして、今年、はい、で初出場で1人決勝に残った選手が誰だ誰だ、山田恭介っていう選手なんですけど、はいはい、彼はアルペンレーサー、はい、あのスーパーファイナルで、ジャンプしたりとか飛んだり跳ねたりしてた選手、はいはいはい、ちょっと息のいい選手、はい、記憶にあると思うんですけど、その選手が、普段はアルペンの、はい、大会系のスキー部に、所属してまして、シーズン中はずっとアルペンのレースを回ってるんですが、はい、技術戦のちょっと1週間ぐらい前からトレーニングを切り替えて、今年初めて技術戦にチャレンジしまして、で決勝、はい、まで残りました。これはでも面白いもんで、大会始まる4日か5日ぐらい前はコブの練習すると、2球ぐらいだったんですよ。僕のコブは何球ですかって、いや2球、うん、2球かな1球は上げられないなっていうのが、2時間ぐらいで1球まで上手くなりました。あーすごいですね。で次の日か2日後ぐらいにはなんかテクギリギリ落ちるなぐらいまではでも言ってて、でそのぐらいで大会始まったらどん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 大会の流れに乗っていきまして、で最後俺俺みたいな感じで、で山田選手とスタートが近かったんでなんかいろいろね、山田選手に聞いてたらしいですよね。そう結構貪欲で、この種目はどうしたらいいですか、ああしたらいいですか、あすごいストレートだな、すごい聞くんですよね。でいやこうこうこうだよって、でもまあ、とりあえず思い切って行ってみたら、でスタート順近かったんですけど、彼がゴールするたびにあのゴールエリア湧くんですよね、はいはい、でパッと気づいたら僕より点数が上に行ってるっていうやれっていう、それはいちゃうわな、はい、もう教えないです、もう教えない、はい、絶対ねえ、タクヤフラッシュ、タクヤクイック、クイック絶対やらしちゃダメだよ、はい、そうですね、持ちかれちゃうから、はい、まあまあまあそんなですね、ヘッドもね、いろんな試みがあっていいですね、そういうのはね、はい、もう本当ね、美穂ちゃんもぜひ、基礎スキー見に来てください、はい、私ならあの晩もっと早く滑ってやるのによっていうふうに、それをね、僕は聞きたいですね全然いけちゃういけちゃうっていうふうに言ってもらって、はい、もちろん世界をもちろん狙ってもらって、はい、輝いてもらいたいと思います。さあ、お届けしました、チームヘッドですが、最後のチームヘッドのリーダー一言だけお願いします。はい、ヘッドのチームはですね、やっぱり、選手たちもそうですし、用具もそうですし、そしてメーカーのスタッフの皆さんも含めてやっぱりみんなで、高みを目指して、やっぱり、どん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 いい情報を入れたり改善しながら、やっぱりいい結果が出るようにね、これからもみんなで力を合わせてやっていきたいと思いますんで、アルペンレースシーン、そして、デモシーン、それぞれのシーンをですね、これからも皆さんにぜひ、注目していただきたいと思います。よろしくお願いします。まとめてくれました。はい、お届けしました、チームヘッドでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。